私の勝利はかなわなかった。歴史はやはり繰り返してしまうようだ。言葉通りのように私たちは結局世界の器でしかないのだ。自分の繰り返す私からまで記録してきたものを再び最初から繰り返すのみ。最後の問いを世界に選択は正解である。宇宙が生まれる前の姿、記憶すら始まらない無の場、絶対殲滅の意志はここにてくじけ、そしてこれより宇宙は始まる。宇宙が始まる前にたどり着いた光、宇宙の原点にて消失した一つの光。あなたは原初よりここにいたのだ。万事はここより始まりて。これ。しかし、だがしかし、過去から今に連なるこの歴史を失うとしても、今より未来にあなたが失われてはならない。聞こえるはずだ。皆があなたを呼ぶ声が見えるはずだ。伸ばせば届くその手が。あなたがこの世界のみの器であるのなら、今の歴史を繰り返すのみだった。だが世界を隔てたつながりは新たな未来を紡ぎ出す。目を開けよ。記憶をつなげ、未来へ歩め。
原初の存在にして最後のアークスよ、あなたの紡いだ今までの歴史から全ての答えは集い来るの。私はあなたに出会えたことに感謝する。世界からガーディアンの痕跡が消えていく。突然どうしたのよハリエット、ガーディアンに何かあったの？わかりません。でもそんな、まさか。そのまさかみたいだぜ。あのバカ、全部一人で何とかする気らしい。ハリエット、あれ、あれ、あなたは元神様。今度こそゆっくり寝てるつもりだったんだが、こいつに叩き起こされちまってな。あ、バレナ。ちょ、あんた、こないだ負けたばかりのくせにまた何しに来たってのよ。今さらいかなる言葉を紡ごうとも、それは無意味でしょう。ただ行動によって義を示すのみですから、ハリエット様、この場は僕に任せ、言ってください。己の成したいことを成してください。ハリエット様のためにお仕えすることこそ僕のバルナの目的です。ありがとうバルナ。あれ、敵が全部消えちゃった。これって私たちの勝ちってことだよね。やったやった。でもなんでだろう、胸騒ぎが止まらない。お姉ちゃん。ある、その姿は、っていうかどうしてここに。声が聞こえたの、お姉ちゃんを呼ぶ声が、あの人の声が。あの人が私を。ある、どうすればいい、どうすれば助けてあげられる。お姉ちゃん、僕の手を取って、僕が道をつなぐから。私たちはいつも助けてもらってばっかりだった。だから今度は私が助ける番だ。歴史の否定になるのだとしても、私は、あ
行かせない。これで終わりだなんて言わせない。そんな勝手絶対に絶対に許さないんだから。そう、その通りだ。シオンさん、それが歴史の否定。アカシックレコードの私の存在否定になろうとも、かの人のいない世界などあってはならない。にしましょう。あなたから切り離した圧倒的な闇、よりしろがないのになおも残ってる。フォトナー時代に生み出された深淵なる闇、その根源たる闇の部分、ただの純然たる破滅意志。行き場を失い取り付くものもなく、今この場に力そのものとして具現する。放っておくことなんてできない。もうどの時代もどんな世界も誰も犠牲になんてさせない。これはみんなの思いを感じる。
生きとし生けるもの、いいえ、今まで生きてきたもの、それらすべての願いがここに集う。絶対帰ろう。一
一緒に。誰一人犠牲になんかさせない。みんなで一緒に新しい未来へ。過去より続く因果に終止符は打たれた。私たちのような亡霊はここまでだ。あなた、悲しむ必要はない。君たちがこの輪廻を脱することで私もまた救われた。まとい、あとは君の思うがままに進め。私が知るのはここまでだ。これより先は全知存在すら記録できない誰も知らない未来への一歩。それは誰も記録できない未来、あなたたちだけの記憶となる。だが最後に一言伝えられるのなら、そこにはきっと楽しい未来が待っている。
糸井さん。導いてくれたようです。あーよかった、二人とも無事みたいだね。あなた、それじゃあ帰ろっか。皆さんが待っています。うん、ねえ、さっきのは夢だったのかな。うん、行こう、私たちの未来へ。Gate of sorrow.
I'll live up to be. I'll live out my